じゃあこんにちは、りっくんです。今日はマインクラフトやるよ。ピースフルで挑戦だよ。わ、こんなところに洞窟みたいのある。チーズ、なんだこの木材。吸着ピストンとフックロックとレバー、レバー。隠し扉作ってんの。隠し扉のお勉強で。扉が隠し扉になってんじゃない？これバレちゃった、バレちゃった。どこどこどこ、なんだこの看板。この看板に入り口ですって書いておこう。こんにちは、りっくんです。今日はお母さんに建物の中を紹介していきたいと思います。イエーイ。はい、お母さんです。あ、ここにドアくっついちゃってたんだった。このドアは普通で、隠し扉もあるからね。竹でできてるのかな。竹でできてんの。なんかさ、あれ、これの家とかも作りたいな。これのお母さんがさ、ご飯の準備してるときさ、作ってんね。これがレッドストーンライプ、ランプの切り替え。これで明かりがつくじゃん。うん、これで。あとランタンもつけてあるの、ここに。おしゃれな家になったよ。新しい看板みたいのが出たんだって。ほら、SE。本当だったらサブウェイって書きたいんだけどね。
地下に見走らせたら地下鉄みたいだから、サブウェイね、なんかサブウェイって書きたいね。なんかちょっと駅とか作りたいね。作ってて。じゃあお母さんはね、ご飯の支度。うん、なんかここから下に向かおう。今は何座標かな。サブウェイが完成したらさ、あれサブウェイってさ、あれに書く、入り口に。ちょっとさ、サブウェイって書いたらさ、ちょっとさ、りっくんが作ったさ、サブウェイを乗ってみてね。ここにつける。あと、サブウェイ、さあどこかな。あった、あった、サブウェイ、えい、えい、ウェイかな、サブウェイ。あ、でもちょっと真ん中につけたいね。サブウェイ。ウェイ？サブウェイ。サブウェイ。ピンク色。これ桜のやつで使ったの。こっちが違う路線。素敵だね。あ、これ乗り換えができるのね。うん。じゃあちょっとこっちから行ってみる。行くよ。地下に行ってきます。上に上がって地下に、地上へ。降りるときはこれで降りるよ。ああ。トロッコだから行かないでよ。ああ、地下通っちゃった。地下で追いかけるって結構大変だね。もうこうやって止めてやる。よーし、キャ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 、おお。もう一回乗ってみようか。あと違う路線も乗ってみる。そうだね。で、こっちを、まあ、こんな感じになるよ。おー、断続。地下鉄か。行っちゃった。ああ、そうなんだ。じゃあターミナル駅なんだね。うん、ターミナル駅みたいな感じだね。この地図でさ、見ててね。うん、朝だ。朝だったら、いいこと起きるから、ちょっと見ててね。朝のといいこと起きるの？うん、このチーズブロック。このチーズブロックね、うん、こうやって、何も持ってない状態で右クリックスして、こうやって階段ブロックにできるの。あ、ほんとだ。いろんな形が作るんだ、うん、こうやって細い柱などを作って。あ、細い柱、なるほど。こんな感じに。あ、なるほど。こういうハーフブロックみたいのも作れたりするの。おっと、わー、いろんな形が作れる。うん、なんか食事を食べてる音みたい。キーリンゴを食べて強いようにしてと。よし、これで強くなった。見て、この断底。怖い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 。で、ホラー穴もあるよ、近くに。よく見えません。行ってみる。しかも怖いよ。怖っ。どうあるな、うん、これエンダーパール、うん、これ何回か投げてるとエンダーナイトが現れるの。うん、なんか桜の駅かわいいね。で、こうやって投げると駅にテレポートできるの。便利だね。桜の木も植えてみたいな。なんかさ、うん、あれ桜の木ちょっと植えてみる。パールなくして、うん、桜の木、ここ
かな。違った。あった。ん？あ、これ。なんだ？桜植えてみます。おー、あ、ほいや。すごい、この桜。すごい。桜降ってる。なんか桜のトンネルとか作りたいね。桜のトンネルとか。すごいね。そういえば花が咲くときは、夏だよね。春か。ここの上にも植えられたり。すごいね。なんかさ、追加され